今日午前11時前、東区代官町で車道に人が倒れている、ひき逃げかもしれないと通りかかった人から110番通報がありました。警察によりますと、近くに住む83歳の自営業の女性が歩道の端の植木を剪定していたところ、後ろから来た車両にはねられたということです。女性は病院に搬送され、右足の骨を折る重傷を負いました。女性をはねた車両はそのまま逃走し、警察がひき逃げ事件として行方を追っています。